2018年グランドスラム、パリ女子 78kg 一過級の試合にて、白の道義のオランダ代表選手から一本を奪った、青の道義のフランス代表選手本校では、フランスにおける柔道についてもべる。フランスにおいて柔道は、文献上は19世紀末から知られており、1930年代のカノ寺ジゴローの東王寺から本格的に学ぶ、柔道家が現れ始めた。 1940年前後から更進を育てうる黒帯人材が育ち、柔道の夏季オリンピック正式競技採用以後21世紀に至るまで金銀銅メダル獲得総数が日本に次いで2番目に多くなるほどまでに選手層が厚くなった。フランス国内の競技スポーツ別に組織される国内競技連盟としてはフランス柔道柔術剣道及び関連武道連盟がある。 球団の赤帯を締めて道場に立つ合わず、肖像フランスにおける柔道、柔術に関する最初の言及は、1895年のフランス語雑誌、両世界評論に掲載された書評記事に確認できる。その記事は、1894年に出版された、ラフカディオハーンの英語の、随筆ーグリンプセズオブアンファミリアジャパンのフランス語訳に関するものである。 柔道を一般大衆に広く紹介したのは、日本の軍事顧問であったイブル・プリュールである。カノオジゴローの東京道場を見学した、彼は、その時の体験を1911年に本に書き、柔道、マニュエルで呪術で得るエコール、カノア東京と題して出版した。1933年には、カノオジゴローが、フランスで、初めて公演を行った。すでに、イギリスに、 事務所を構えていた師範の河合三幹之助が1935年からパリでもユダヤ人の親睦クラブで無料で指導を始めた。1936年7月28日、河合三幹之助が同クラブで始めた日仏充実クラブに文下生1号、モリスコトロが入門。日本においては白と茶の2色の帯のみが用いられていたところ、河合市幹之助は イギリスにおいて改良された複数の色の帯を取り入れた。これらの色の帯は今日よく知られているものである。また、河合市三木之助は、メトード河合氏と呼ばれる特別な柔道の練習を提唱する。同年、河合市五之助も日仏柔術クラブを設立。同年9月、イギリス国籍でユダヤ人のモーシェフェルデン・クライスがフランス柔術クラブを設立。 その後の1937年10月25日、フランス柔術クラブが創設された。1939年、文部省にフランス柔術クラブが所属。同クラブは1940年の終わりにフランス柔道クラブに名称変更された。河合氏三木之助とフェルデンクライスは互いのクラブで指導し、交流していた。第二次世界大戦が始まると間もなく、 フェルデンクライスが兵役でイギリスに帰国。兵役や疎開で換算としていた日仏柔術クラブを閉鎖し、河合酒造の助はフランス柔術クラブの技術指導に、第1回フランス柔道選手権大会は1943年に行われた。フランス柔道柔術連盟は1946年12月5日に設立された。 1936年に50人程度であった練習生の数は1956年に2万人を超えた。柔道は見せかけだけ、排他的なパリジャンには第二次世界大戦前に地方では戦後に根付いた。1948年時点で免許取得者の4分の3がビルドフランス出身者であり、パリだけで免許取得者の半分を占めていた。 地方に4つあったクラブ、マルセイユのプロバンス柔道クラブ、トゥールーズ警察スポーツ協会アンティーブ剣術、格闘技兵学校の4つは150人の会員を数えた。創世期、フランス柔道会はフランス物理学者ら知識人とつながりが多かった。フェルデンクライス、初代フランス柔道連盟会長のポール・ボネモリは物理学者であり、フランス柔術クラブ名誉会長は 物理学者のフレデリック・ジョリオ・キュリー、公共土木工事専門学校学長のレオン、エーロールらがついた。フランス充実クラブの最初の入会者には、フレデリック・ボネモリラ・ラジウム研究所研究員が名を連ね、キューリー夫人の娘で、夫フレデリックと共に、ノーベル化学賞を受賞した、物理学者のイレーヌ・ジョリオ・キュリーの名もあった。1950年代は2つの危機で特筆される。 一つ目は指導法、メトードに関わる。当時フランスには行動官派と河合氏三木之助派の二つの派があり、互いにライバルとして競い合っていた。連盟は基本的にメトード河合氏を実践していたが、1940年代の終わりにあるトゥールーズのクラブがメトード行動官を採用し、連盟から離脱した。彼らは日本人の師範数名に声をかけ、 これに応じた一人が1951年11月にフランスへやってきた。そして、パリにあるいくつかのクラブが連盟との縁を切り、1954年10月8日に、行動館柔道アマチュア連合を結成した。1956年4月に連合は連盟に統合されたが、メトード行動館はその時点で、免許取得者の12%、クラブ数に対して18%を占めた。 1950年代に起きた二つ目の危機は柔道連盟の国立黒帯学校の分裂に関わる。分裂状態は1957年から1971年までの15年間に及んだ。連盟は黒帯取得の際の規則の中に試合による簡単な審査を行うことで取得に制限を設けようとした。分裂騒動は行政命令により収束した。 また、柔道教授の国家資格は、1955年に、始まった。ジャンド・エルトの柔道家免許上原本1948年に、創設された、コレージュでセンチュール・ノワールは、有段者の登録簿を作成するとともに、1943年より、前に、河合氏みきのすけが黒帯を授けた、フランス人の有段者のリストを作成した。しかしながら、 第二次世界大戦を挟んで、かなりの年月が経過していたため、当該リストには抜けや誤りがいくつか含まれていた。アンリ・ビルンバオムとロベール・ソブニエールは、実際の団員取得年月日に基づく取得順位と、登録母上の取得順位が一致しない。また、ジャン・ドエルトは、取得順位をニューメロ1と申告した。コレージュ側は、モリスコ・トロのことを忘れていたとみられ、 上記リストの初版では、彼の申告通りに記載した。ところが、後にリストは訂正され、ジャンドエルトに認められていた、フランスで最初の有段者を示す名誉ある番号、ニューメロ1はニューメロ1ビスに変更された。また、モーシェフェルデン・クライスは、イギリス国籍であったため、上記リストには、名前が載っていない。しかしながら、彼はフランスで柔道の修行をして、 パリで河合キノ之助より黒帯を授かっているため、事実上のフランスで最初の有段者である。このような事情を勘案してティーボーは、1943年より前に河合キノ之助がフランスにおいて黒帯を授けた有段者のリストとして一家に示すようなリストを示している。六七八段は紅白の帯を占めることが許される。 9段と10段は赤帯を締めることが許される。6段以上の段位が持つ意味合いは、黒帯が示す意味とは少し異なる。7段以上の段位は立候補や試験に基づいて与えられるものではない。特別委員会はフランス柔道連盟の6段またはこれに相当する、段位に在位して10年が経過したものに対して、直接、商談を働きかけた上で商談が決定する。 8段を超える、高段意見も、名目上柔道界の頂点に立っていると言える、場合にのみ商談が働きかけられるものであって、過去の試合成績に基づいて推薦されるものでもない。フランス柔道連盟または、国際的な柔道団体により授けられる、純粋に名誉的な段位である。フランス柔道連盟が過去に9段以上の段位を認めた柔道家は、以下のリストの通りである。 フランスの柔道の国内競技連盟としては、2020年現在、柔道、柔術、剣道、弓道ら日本武道の国内競技連盟である、フランス柔道柔術剣道及び関連武道連盟がある。富士田、または FF 柔道と略称され、フランス柔道連盟フェダーションフランセーズで柔道の方が通りが良い。過去には、 複数の競技者組織が乱立したことがあったが、後にフランス柔道連盟に統合されている。フランスでは競技スポーツごとに設立された国内競技者連盟が一定の水準に達した競技者にリサンススポルティーブというスポーツ免許を発行する制度がある。1942年にフランス格闘技連盟の一部門として設立されたフランス柔道柔術連盟は、 1946年に独立し、独立以来2018年現在までに約3万8千人に対し、延べ10万本の黒帯免状をリサンススポルティーブとして発行している。フランス柔道連盟は4、5歳から入門を認めている。習熟度別にカラフルな帯を着用することを認めていて、白き橙緑青栗りの順に昇級する。 黒帯が締められる初段への商談は、最低でも15歳に達している必要がある。16歳から公式試合への出場が認められる。フランスにおいて柔道は、講述するように競技スポーツとして、非常に盛んであるが、生涯スポーツとしても進められている。その理由は、他のスポーツが30歳前後で引退を、余儀なくされるのに対し柔道は45歳ぐらいまで。 続けられるためなどが挙げられている。柔道は1964年の夏季オリンピック競技大会、いわゆる東京オリンピックの時から競技の一つになった。この時は男子のみが4つの異なる階級ごとに試合をした。1972年ミュンヘンオリンピックの時にフランスは初めてのメダルを一度に3つ獲得した。ジャン・ジャック・ムニエル、ジャン・ポール・コシュ。 ジャンクロード・ブロンダーニの3人に与えられた銅メダルである。8年後のモスクワオリンピックでは、ティエ・リレイがフランス柔道界オリンピック史上初の金メダルをもたらし、続いて同じ大会でアンジェロ・パリジが 95kg 超級で金メダルを取った。女子柔道が正式種目になるには1992年のバルセロナオリンピックを待たなければならなかった。 カトリーヌ・フルーリとセシル・ノバックはこの時、別々の階級で金メダルを取得した。2000年のシドニーオリンピックの際には、ダビド・ドゥイエが初めてオリンピックで二冠を達成したフランス人柔道家となった。4年後のアテネでは、1984年のロサンゼルスオリンピック以来となる金メダル取得なしという結果に終わった。コスがフランスに11個目のメダルをもたらしたのは、 2012年のロンドンオリンピックの時であった。以上の結果、フランス人は男女ともそれぞれ7階級のうち4階級、81kg 級、100kg 超級、女子 48kg 級、52kg 級、63kg 級、70kg 級で金メダルを獲得している。フランスはオリンピックにおける柔道競技で39個のメダルを獲得し、 日本に続いて世界で2番目に多い国である。10人のフランス人柔道家による11個の金メダル取得リストを丘表に示す。1996年のアトランタオリンピックは3個の金メダルを取得した実りの多い大会となった。名前の横にアスタリスクマークがついている柔道家は世界選手権大会でも優勝経験があるものである。 世界柔道選手権大会で優勝した27人のフランス人柔道家を下表に示す。アスタリスクのついた柔道家はオリンピックでも優勝経験のあるものである。ありがとうございます。